皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。前回から始まったトニー・ロドリゲスさんのインタビュー、話はどんどんやばくなっていきます。トニー・ロドリゲスのインタビュー。まだ追加の作業があります、とも言いました。その時にグレイは私を全く別の部屋に連れて行きました。そこには大きな窓があり、宇宙船は月の表面にいることがわかりました。その部屋は暗かったのですが外がよく見えました。遠くにクレーターの山というか丘のようなものが見えました。私たちは月の表面にいて、宇宙人は私を記憶を消すための別の施設に連れて行きました。そこで宇宙人は私にショック療法を施してマインドコントロールをしました。そこで私の記憶を消そうとしたのです。私に何度も作業をしてチェックを繰り返し、クロノバイザー、過去や未来が見える機械を使って私が将来何をするのかを確かめたのです。でも宇宙人たちはどうにも満足いく結果に至りませんでした。ですがクロノバイザーで見えるのは完全な未来ではなく、40% くらいの確率で将来何が起こるかを見るもので、将来の私にこの世界の記憶があるかどうかを見極めようとしました。そこで宇宙人は、なんとか私に記憶がある確率を 20% 以下の小さい確率まで下げようとしました。でもそうはできませんでした。そこで私を監視していたレプタリアンは、協力しないなら前頭葉を切り離す手術をします。さもないとあなたは翌朝起きた時に精神障害者となるでしょう、と言いました。そんなことをするのは簡単です。つまりあなたは植物人間になるということです、と。でももう遅すぎました。他の宇宙人たちは、いや、それはできません。手術は許可できません、と言い、私たちは歩き出しました。そのレプタリアンは話すことをやめました。彼はユーモアセンスがあり、家族があり、家がありました。彼は家に帰り家庭で過ごすでしょう。そのレプタリアンは彼らの年齢で20代半ばか後半で、重い重力の星から来たのでとても強かったのです。彼はガードマンでもし私が暴れたら取り押さえる役目です。だから私を監視し護送したのです。レプタリアンは私を手術室に連れて行きました。そこで私が窓を見たとき、彼は、ここにいるこの人間の番号はこれです、と言い。他の宇宙人は、この人間には記録がありません。もう記録は抹消されました。ここにこの人間のファイルはないので、手術はできません。ただ人間を元の場所に戻すだけです。もしこの人間がこの世界の出来事についての記憶が戻ったとしても、問題ありません。なぜなら記録も何もないのです。この人が思い出してもその記憶を証明することはできないのですから、誰も何も証明できませんからね。と言いました。でも実際何が起こったかといえば、この出来事の前に、私はある任務についていました。シリスのコロニーに関する任務です。指揮官にはある能力がありました。この人は私の友人で、とても仲が良かったです。指揮官と私と宇宙船はとても順調でした。たとえ私が奴隷のエンジニアであってもです。しかし時間が経つにつれ、私は指揮官にあることについて頼みました。なぜなら任務が完了すれば、その記録を区分保管するか抹消するかの選択をするのです。そこで指揮官は私の記録を抹消してくれたのです。なぜなら私は指揮官に、私は超能力者たちに会ったことがあり、彼らは私に全てを思い出すことができるでしょう、と言ったことを伝えました。そして指揮官はこのことが、私を元の世界に戻す時に障害となるだろうこともわかっていました。それで指揮官は用心しながら私の記録を消してくれたのです。これがうまくいきました。そして私は戻され、監視役のレプタリアンは去りました。私にとってはラッキーな日でした。今までの人生の中で一番ラッキーな日だったのです。
そしてレプタリアンは運搬係の後ろにいる私のところに歩いてきました。その時にレプタリアンは私を叩き、私は幻想の世界でうつろな状態で A 地点から B 地点まで動いていました。その時のことはうまく思い出せませんが、ずっと歩いていたことは覚えています。なぜならレプタリアンが私をある地点から他のところに護送するときは催眠した状態にします。私は金縛りになったような状態であり、そのような状態にしてベッドの中で起きるようにします。翌朝起きた時には私は動物のようにまるでテディベアみたいに押し込められていました。部屋の中を見たのですが、そこがどこかはまるでわかりませんでした。そして信じられなかったのです。私は階段を降りると自分の両親と話していたのです。妹はその時いなかったと思いますが、テーブルの前に座り朝食を食べていたのです。そして階段を歩き回ったり走り回ったりしていました。また家族に、本当に長いこと会っていなかったね、と話しました。妹は、何をバカな話をしているの、私たちは昨夜晩ご飯を一緒に食べたでしょう、なんておかしなことを言っているの、と。しかし私の経験では家族の元へ戻ってはおらず、自分にはその記憶がないのですが、感覚があったのです。私は母にハグして感無量になりました。誰も私にインタビューしてくれませんでした。なんせいきなり異世界に入ってしまうのですから、その点がとても曖昧で、先月もそんな感覚に襲われました。私は地上に落とされ、まだたくさんやるべきことを異世界に残していました。しかし私には体験があり、私のことを知らない人々は、巨大な施設や多くのコロニーがあることや、コロニーの連合体があり20万人以上の人々がネットワーク化された街で暮らしていることを知らないでしょう。その都市はとても発達し、ヨーロッパの街並みのようであり、まるでレプリカのようでもありました。そこの住民は基本的にドイツの文化を持っていました。彼らは自分たちのことを完全なるドイツ人とは言いませんが、文化は17世紀の感じがしました。彼らは自分たちのことを、名前はわかりませんが、30年戦争の記憶を持ち、お金持ちで貨幣に30年戦争の画像が描かれていました。大砲や馬が描かれており、馬の彫刻もありました。それらは目立っており歴史の一面でした。そういったものは彼らの象徴となっており、彼らは30年戦争は人類と宇宙人の戦いであると信じています。そして人類が勝ちました。彼らは馬に乗って勝利したと言いました。そして別種の宇宙人の客人についても語っていました。彼らはそういう客人をもてなします。彼らはこの話をとても誇りを持って話します。彼らは剣と馬と宇宙人によって勝利を得たのですと。あの時代、宇宙を飛び回っていた種族がヨーロッパに影響を及ぼしていたのです。それが彼らから聞いた話です。私はその話のことをよく知りませんが。エレーナ、そうですね。あなたの語る話は真実なので、できる限り詳細な内容を伝えています。あなたの身に起こった出来事や奴隷として働かされていたこと、それからもっと高い地位となって宇宙船の作業員となったことなどについてです。しかしこの広大な世界での様々な出来事がありますよね。そしてまずはじめに、あなたは月に連れて行かれたのですね。大抵人間は月に連れて行かれて訓練を受け、これからどうなるかについての説明を受けます。それから様々な場所に送られますが、主に人間は火星に送られます。なのであなたは火星に送られました。トニー、そうです。あの当時私は10代でした。本でお読みになったでしょうが、初めの5、6年を過ごしました。もちろん誰も私の誕生日を祝ってくれませんでしたが、何もわかりませんでした。ちゃんと時間を計るものを持っていなかったのです。私は人生で2回も1980年代を地球で過ごしました。5、
5、6年はペルーとシアトルで過ごしました。それから宇宙に入りました。多くのインタビューで人々が知りたいし、私と話したいことは火星についてです。それには多くの時間を費やしますが、実際に私が火星にいた期間はそれほど長くはなかったのです。多分半年くらいではないでしょうか。それからシリスのコロニーに行きました。コロニー連合は私が工事に携わった火星より古いコロニーで、錆びている箇所が多く、また新たな建設をやっている場所もありました。常に掘削を続けており、少しの水を探し水を除去して洞窟を開けて、その中で建設します。いつも拡張工事をやっており、とても現代的な風景もあり電車も止まります。しかし古い箇所は50年から70年の歴史があり、大理石の階段や大理石の柱が並んでいます。しかし天井やその付近が錆びている箇所が多くありました。名前は忘れましたが、体育館のような建物の屋根が金属でできていて、十字架型の梁でつながっていました。それが格子状の天井につながり、建物の外側にありました。それらの構造体はボルトで止められており、内部に空気を閉じ込めていたのです。外から見ると逆に見えますが、そのボルトが外側から錆びていたのです。ある人が説明していたのですが、いくつかの場所では梁が折れてくぼみができていたのです。エレーナ、あなたのおっしゃることには大変興味がそそられます。シリスはとても古いのですね。私がコンタクトしている銀河連合に属する地球外生命体の人が言うには、シリスは当初オリオン星人が持っていましたが、その施設を闇の船団、ダークフリートに渡したということですが、あなたはしっくりきますか？トニー、全く同感です。それは完全に合っています。ドイツ人がその場所に着いたとき、ハンガーベイ、そこにはお花山脈と呼ばれる氷の火山がありますが、NASA はそこをピラミッド基地だと言い、調査対象としています。その隣にクレーターがあり、その頂上から見れば誰でも NASA の説明を省略できます。頂上から見れば氷の火山があり、それがシリスの突起のようになっています。その隣にクレーターがあり、思うに9から10マイルの広さでしたがよく覚えていません。その中には小さなクレーター群があり、その中には太陽光が決して入らない場所があります。しかし本当に稀なタイミングで太陽光が入ることがあります。何者かが巨大なドアを作り、数マイルの長さにわたる巨大な洞窟施設を作っていました。それがハンガーベースで、宇宙船が入ったり停泊したりすることができました。ドイツ人が来た時にはすでに出来上がっていたのです。闇の船団はハンガーだけでなく多くの拠点をすでに造成していました。ドイツ人は転用をやり始めました。そこには私も行ったことがありますが、何マイルも垂直になっています。アップダウンはありますが、ドイツ人は自分たちが着陸した場所のすぐ前に基地を作りました。それが巨石の三角形であり、私が描いた絵もありますが、その石の三角形のドアはテレパシー的なもので動くもので、開けることができます。彼らは宇宙飛行士のためのアパートをそこに住むために作りました。いかがでしょうか？なぜドイツ人が出てくるのかわかりませんが、この後明らかになってくるのでしょうか？今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。